マブソン・セーガン、マブソン・セーガンは、フランス出身の俳人、比較文学者、小林一佐研究家、大学講師、日本の長野県長野市在住、織の俳句館艦主、長野オリンピック、俳句でおもてなし1968年、フランス南部のタルヌ県生まれ、ノルマンディー育ち、パリ大学大学院日本文学研究科博士、家庭修了、 早稲田大学大学院教育学研究科博士後期、家庭修了、博士、十文字学園女子大学、新州大学非常勤講師、専門は、小林一久研究、肺文学、比較文学、金子東太主催、海ほど同人、西岸区会主催、俳句弾圧不法の非根留事務局代表、十歳の時、兄が読み聞かせてくれたというシャルルボードレールの、 旅への誘いをきっかけに、詩人になることを決心。16歳の時、日本への交換留学で来日。留学先の栃木県立宇都宮高等学校の図書室で、松尾場蕉を俳句作品の英語役と出会う。後に、パリ大学で日本文学を学び、20代後半から草作が、フランス語から日本語に変わる。その後再来日し、1996年から、 長野市に今日構え、長野県庁の長野冬季オリンピック国際交流員に就任。フランス語通訳、翻訳のほか、文化プログラム、長野オリンピック、俳句でおもてなしの実施を担当する。その方あらで、新州の俳人、小林久の研究にあたり、後に日本人女性と結婚。この頃、金子東太と出会う。2011年の東日本大震災における、 福島第一原子力発電所事故に衝撃を受け、反原発、反戦運動に参加。2015年、フランスで起こったシャルリー・エブド襲撃事件を受け、武士や僧、天皇すら相手に批判を行った、一社の反骨精神に共感し、反骨の敗人、一社を上司した。1998年に、白馬村の渡辺俊夫と共に、長野日仏教会を創立。 平成23年度、平成25年度、NHK 全国俳句大会ジュニアの無線者、第17回俳句甲子園審査委員長、2000年から俳句結社、海ほど同人金子唐太死没後は、後継し、海原同ら導入、2004年から西岸区会主催、脱原発アピール黄色いリボンの提案者、旧長野市立後町小学校樹木、 保存請求民事調停の申し立てビト代表、2017年、金子東太と久保島誠一郎と共に、昭和俳句弾圧事件記念碑の会の筆頭、呼びかけ人となり、同会の事務局代表を務める。2018年2月25日、長野県上田市の無言館近くに混流された、俳句弾圧不防の日の除幕式を行った。同日、その横に、 檻の俳句館が開館され、同館の監視を務めている、俳句弾圧不暴の日エッセイ、編集合同句集にありがとうございます。